んでも大丈夫。ちょっと間隔空ける方がいい。広くすか、広く。で、向き合ったら、じゃあその2人で、スータッチ止めて、パス。止めて、パス。じゃあ、普通にやって。いいよ。何も考えない。はい、スタート。そこをちょっとイメージして、ボールを止めるっていうのは停止させること。だちょうどいいよね、この青のライン上にピタッて止めるようなイメージやってます。そうそうそう。よ。いや、できなくてもいいから、できなくてもいいから、どんどんやってごらん。そうだね。
のやり方としては、それをなんでかというと、体が、ちょっとこうやって弾ました方が、体の力が抜けて、ボールと体がこう一緒のようになるような感じがするから、僕はちょっとそうやってやってる。の方が、ボールが自分の体と一緒のようになる。足だけでいくと、どうしても、足だけ固定してしまうと、体全身の力が入ってしまって、ちょっとこう、足がプラプラってなってしまって、硬くなる。だから、僕の場合は結構ちょっとこうやって弾んで、やることが多い。正面。よし、じゃあもうちょっと近く。もっと厳密に言う。ボールの真ん中。わかりやすい。じゃあ、これが中心とする。の、少し上。この辺。を、足の、まあ最初だからみんな、はい、おいで。みんな近くて。ここ。わかる？親指の、この付け根のとこ。ここ。硬いとこ。硬いとこ、点。これが点ね。ここだと面や。面になる。面じゃなくて点。ここで、ボールのちょっと上をこうやって触るように、しかもこれが横にずれるとどうなるか分かるよね。点やから、こう回転したりこう回転したりする。真ん中中心のちょっと上を点で触るように触ってごらん。これは足の裏じゃなくてここの点、ここで。僕はちょっとだけ今やってるのは親指のこの第一関節とかでやるんだけど、みんなここの方がやりやすいかもしれないから、ここを意識してもう一回やってみる。はい、やってみる。止まってないな。もうちょっと上。
岡さん、これ止まってますか？止まってるもんね。止まってる止まってる。もう一個やってほしいな。ここに自分の置きどころを次考えて探してほしい。これはいつでもどこでも自分が一番思ったところに蹴れるところ。1、僕はこの辺、君はひょっとしたらこの辺かもしれない。君はひょっとしたらこの辺かもしれない。わかんないわかんない。だからこれを作ってほしい。でも今日すぐできないけど、自分が一番蹴りやすいところってどこかなっていうことをちょっと探りたいんで、まず、西川さん、ちょっと一番ちょっと離れてもらって、はい、あのペナルティエリアのぐらい、そんなとこだ。オッケーオッケー、その辺で多分超えると思うけど軸足を置いて軸足を置いてノーステップ、もうこの状況からボーンって蹴ってボール。今のミスキックよ。ちょっと横蹴ったから、まっすぐ真ん中 を蹴れば、まっすぐ真ん中を蹴れば、ちゃんとまっすぐあそこ標的見てポンって蹴れば、これちょっとまた歪んだけど、これを一番蹴れるっていうところに自分で試して2人で、あの何回蹴ってもいいから、まあちょっと時間あげるから、こうやって置いて、じゃあこの辺からこれで蹴ってみる。これじゃ遠いよね、ほら遠いね。これは自分の置きどころじゃない。例えばじゃあもう一回、そんなこと多分考えてなかったから今日何回もやってみて、じゃあこの辺で蹴ってみよう。さっきより飛ばないよ。でも飛ばないよねだからさっき僕はこの辺って言ったでしょ、さっき止めた時。で僕は多分この辺なの。この辺の方が多分ちょっと今ミスだけど飛ぶの僕は、っていうところをみんなちょっと考えて2人やってみて。はい、行こう。ボール見てない。ゴルフと一緒でヘッドアップしてる。なるほど。はいはい。何本か何本か蹴るんじゃ、ここが一番俺蹴りやすいなみたいなとこ多分見つかるから。ちょっとストップ、それはちょっとストップ、ちょっと聞こえる？声でかいから聞こえるやろ俺の。ただちょっと見といて、みんな遠くに飛ばそうと、これね、シュート打つときもみんな一緒。何かって言ったら、もう最初からボール見てないもん。そりゃシュートも入らないし、ちょっとした長いボールのパスも通らない。目的地、目標が決まってたら、もう見る必要ない。もうこの時点で見てそこって分かってるから。だからあとはボールちゃんと見て、ずっとボール見て。蹴って向こうに届くぐらいで顔上がるぐらいの感覚で、ずっとボール見て、まずしっかりボール見て、ボールから目離さない。はい、行こう。顔上がってたよ今ほら。外目とか
かもしれん。ちょっと自分でいろいろ探して探して自分で、一番蹴りやすいのはここっていうとこ探して。おー、ナイスボール。ちょっとすると今のキックだと、もうちょっと今時間この辺にボールだ。ちょっとこの辺に。すぐに、すぐに、見つかったっていうのはないはずだから、ちょっとそういうことをいつも考えて。14番、蹴ってみて。お。ちょっと覚えといて。で、そこの今蹴った場所、置いた場所を順番分かるね。みんなそこに今度はまたパス一緒。パス。パス。今さっきもやったパス。止める。ここに置く。ぴったりやもん、ね。ここ。っていうのを意識して今度は。ボールのどこかっていうのは分かったね。足のどこかっていうのはこれから自分で作ってください。でも点で。で。置くっていうところは14番多分あそこかもしれない。でももっといいところが見つかるかもしれない。っていう意識で常にいつも一緒のところ、ボールの触るところは必ず変わらない。ひょっとしたらグラウンドによってボールの動きが変わるかもしれない。例えば土、例えば芝生が長い、もっと芝生が硬いによってボールの動きが変わるかもしれない。このボールがラグビーボールにはならないの。ということはボールは変わらないから、ボールの触るところは常に一定なの。そこを自分でどう触るか、自分の場所、触る場所っていうのは、点っていうのは自分で作ってる。それができるようになればなるほど、ボールっていうのは自分の思うようになってくるからっていう意識で、だから置きどころ、ね、ここは変わらないものは常にあるから、そこを常に考えて意識して止めることをもうちょっとやろう。はい、近くで、最初にやった向き合ったインサイドのパスね、止めて蹴る、止めて蹴る。OK いいよ。
ず移動ばっかさせる。もう一回来て。じゃあ大風翔に寄りましょう。OK、みんな今ちょっとやってて、こうやって、あ、動いた、俺失敗ね、今の。下手くそやな、コーチ。ね、ここにしっかり止める。ね。ここに、動いた、失敗。これが失敗ってみんなの中で分かってくれば、ね、楽しいよね。じゃあ、今、ここでやったけど、今代表がやってくれたここのインサイドのくるぶし、くるぶしの下、ここのくるぶしの下に硬いところ、点あるの分かる？骨、硬い点、くるぶしのちょっと斜め下、分かる？分からないでしょ、分からないでしょ、分からないでしょ、みんな分かった、 OK。 で、じゃあそこに当ててみよう、今度はそこに当てて止めてみよう、そこに、あ、失敗、そこに当ててボールを止めてみよう、いい、今度 さっきはちょっとここの先のやつね、ここ今度はボールの当てるところは一緒、ちょっと上ね、ここの点でボールを当てて止めてみよう、 OK、 やってみようか、はい、こう、止めてみろ、止めてみろ、止めてみろ、意識、意識、意識、そう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 、どっちがやりやすい？もしできるんだったら1回目の方がやりやすい。おどっちがやりやすい？これ、OK、なるほどね。止まってるね、今の。どっちがやりやすい？あ、
じゃあもう一回集まって。いいよ、それぞれでいい。ああ、結構、2回目。ああ、2回目の方がみんな、そっちの方がやりやすい、ね。あ、いいの、それで。自分がボールのどこを自分のどこで触ったら、例えばこれだったら正面向いてるから、正面から来るボールをするときは、僕はこっちの方がやりやすい。ならそれでいいの。っていうのは、その次のプレーがそれで速くなるだけの話だから。それでいいの。だからどうしてもこのボールをこうやってここできっちりここで触って止めなさいじゃない。自分の一番触って蹴れるところに置ければその状況に置く、ね、そういうことができるようになれば何かっていうとみんな最初にやってたのと全然変わってるのはみんなこうやってたけど最初何も考えてやってたのボール動いてこれとこれとどっちが速いそっちに来てのボールどっちが速いん？そうやんね。ボールを追っかけてパスするのとそのまま蹴るのと数段こっちの方が早いよね。っていうことはここの時間が短くなったらフリーになっている人にボールを渡すのが確実に早くなるよね。だからそのチャンスを逃さなくなってくる。だからそのチャンスを逃すっていうのはボールを追っかけ1例えばこの間1秒経ったらディフェンスもその1秒の間で準備できるよ、ね、これを 0.5 秒で済ますことができたら0.5 で済ますことができたらその相手のディフェンスは間に合わないことができるかもしれない。味方のフリーな味方をよりいい状況でボールを受けれるようにしてやるっていうのはこっちの仕事やね。ボールを持ってる人ね。だからそういうことはやっぱりボールを持ってる人ボールを扱って味方に出す人っていうのはどれだけ大事か。だからボールを扱えないと結局ああフリーやのにああごめんだからボールをちゃんといつでも蹴れるように蹴れるところに置く常にここで止めても一緒で、じゃあ次みんなインサイドキックやけどインサイドキックの生きたボール正しい、一番正しいインサイドキックのボールってどういうボールやと思う？縦回転しっかり、はい、縦回転だけど真ん中、中心、ボールの中心をしっかり捉えたら最初無回転最初無回転であと縦回転にまっすぐ変わるからそういうボールをちゃんと中心捉える。下蹴ったらどうなる？浮くよね。上蹴ったらまあまあちょっと言い方もボン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 ってなるよな。ダフってしまう。だからちゃんと真ん中をそう真ん中を捉えてそう真ん中を捉えて無回転から縦回転に変わるボール。しかもそのインサイドキックはこのまあその2回目に止めたところの硬いところに当てるとみんなパースピードパースピードって言われることある。パースピード速くしろって。じゃあどうやって蹴るの？パースピード速くするか。あれだけ振りかぶって蹴ったらああごめんなさい。あれだけ振りかぶって蹴ると時間もったいない。だからちょだいそんなに振りかぶる必要ないの。ごめんなさいコーチ。出し出しわざとです。ボールの中心をさっきの硬いところ、もちろん筋力とかこれからねみんなついていったり内転まあチューブもやってたじゃん。ああいうのって大事になってくるけどここのインパクトだけで捉えれば硬いところでボールの中心点を当てれば速いことがいく。真ん中、今のちょっと俺上蹴ったからボンボンってなる。これも一緒ね、みんなボールもちゃんと見て蹴るとき見てそうちょっとこう入ったね。だこれをまっすぐ行くよね。そうね、っていうところをちょっと意識してさっきよりちょっとだけ距離伸ばして真ん中当てるようにして蹴ることまで意識してやる。はい、こうペナルティーエリアの外枠でいいよ。あ、そうですね。ペナルティエリアの外ね、このライン、このラインね。
こっちね、このライン、このライン、そっち回すよ。で、あのちょっとごめん、もうちょっと補足、やる前にね、あの6番、あ、ごめん、代表、みんなが今さっきまでやってたのを見てると、キックってどうなったかっていうと、真ん中捉えてなくて、ただ味方にこうやっていけばいいわっていうボールで、到達は味方にしてるけど、どうなってるかっていうと、蹴った瞬間からもう横回転とかしてるの。で、横回転のボールっていうのは何かって言ったら、意図的に横回転するのが横回転のボールなの。これは意図的に曲げてる、横回転かけてる、じゃなくて、一番基準となるパス、一番綺麗な生きたボールっていうのはまっすぐ、まっすぐね、これがまっすぐ、こっからの横回転、縦回転、それは自分で意図的に作るもの、一番の基準だけちゃんとぶらさない、そっからそれがないと修正が効かないの。あ、ずれたからもうどうしようってなった時に修正が効かない。だ、その基準をちゃんと明確にできるようにちゃんとインサイド、はい、ちょっと下蹴ってるね。下蹴りすぎるとちょっと最初浮いてしまうと、中心中心中心、そう、ちょっと下蹴ったね。ボール見て、ボール見て、しっかりボール見よう。で、ちょっと振らなくて大丈夫、インパクト、インパクト、インパクト大丈夫。しっかり捉えて、そう、横から入ってるぞ、今横から入ってるのか。で、それを自分で体で工夫していって、まっすぐまっすぐ行くように体をちょっと自分でコーディネーションして、横から入ってるでしょ、それ癖なの、癖、今自分の持ってる癖。あ、ブレたね、上、下の方やったな、今の下の方やな、今のもう少し上な、悪くない、悪くない、悪くない、ちょっと蹴ることばっかになって止めるの忘れてしまってるぞ。止める、蹴るは一緒、最初からちょっと横やね、今体重変わってるぞ、最初。あ、はい、上の方、今の下蹴ったの分かったな。体の向きとか調整、微調整するといいよ。ちょっと
な言ってないな。ちょっと意識すると、ちょっと細かいところ。やってるけど言えてない。そうそう。じゃあみんな今そうやってきたことをもう一回ちょっとおさらいの意味でやけど、こうやってそう、あのインサイド横から入ってる、そう今横パス横から入ってる、パスが入ってないっていうことを、そうそうそう今ぐらいねっていうのを、そうでみんな蹴るときにどうなってるかって、大体みんなが最後代表もちょっとおっしゃってたけど、蹴るまでに一回踏み替えたり。もう一回軸足を置いたりっていう時間がある。これなくそう。いい、止めたら蹴ろ、止めたら蹴ろ、あごめん、いい止めたらっていうことは、止めるときにちゃんと軸足とここっていうことが常にある。これをもう一回じゃなくて、もうこの時点でちゃんと蹴れるところにあるってことを考えて、キックもちゃんと中心を捉える。だからボールが例えばちょっとずれたら、自分の体を持ってきて、自分の体をずれた方向に持ってきて、次蹴れるところにボールを置く。一回だからちょっとだけずらして、ずらしたのをってやるから、もう一回置かなきゃいけないでしょ。だからもうずれたなって蹴った瞬間わかるやんってなったら、自分の体を持ってきて、はい、体を持ってきて必ずで、ここに必ず置いてそのまんま蹴る、ね、っていうことをちょっとだけ、短い時間だけどこう連続するから、ぼーっと立ってはできないよ、反復になるから、ちょっとだけそういうのを早くテンポで止めて蹴る、ここまで早く止めて蹴る。でもあのインサイドもまだちょっと横から入ってるから、もっと中心を蹴る。 OK、 はい、行こう、行こう、はい、行こう、じゃあ持てないよ、体を持ってくるよ、ボールを置きに行くんじゃなくて、体を持ってくる。ボールを蹴るときに軸足を持っていくんじゃなくて、もうその時にはもうちゃんとボールの蹴れるところにボールがある。今の軸足動かし、蹴る前に軸足動かさないところ、1回で1回でどんどんトライしてみ、そう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 、そこ置いてるぞ、キックまで横から入ってるぞ。かかとからもうかかとから出すような感じ。だからある意味かかとで蹴るようなイメージ。パスを正確にね。どんどん。バカ。Thank you.
これ縮めてごらん、最初の青の距離で、青の距離。はい、行こう。そうそうそう。止めた時にはもう軸足のところ、もう置きどころは一緒ね。で、軸足動かさずに蹴れるように。で、それやりながら自分の置きどころ一番蹴りやすい。動画でいい事例になってよ。パス出さないよ。ちゃんと右足だった、右足入れて。プロモーションビデオ作ってくるね。すごくやっちゃう。ボールが動いてるから、ボールを止める。オーケー。スピード、スピード。ポン、ポン。テンポよく、テンポよく、テンポ。テンポ、テンポ。置きどころな。そう、テンポ。体、体、体。